こんにちは、ちやこでーす。こんにちは、ポップでーす。はい、ということでですね、今回も12月24日の公演のリハーサルのために実家に帰っております。今日ですね、朝からリハーサルをしまして、で、夕方お家に帰ってきました。お父さんが後ろですごいあやしてる。今日リハーサルして、明日もリハーサルするんですけど、もうこれがですね、本番前最後のリハーサルになります。あとはもう本番直前にまた関西に帰ってきてリハーサルで、もあっという間に本番という感じになりますので、で、明日はですね、照明合わせといって、本当に本番さながらで、メイクはつけないですけども、衣装もつけて冠もつけてという感じで通し稽古になりますので、頑張っていきたいと思います。そして今年もですね、もう12月に入り、いよいよ終わるということで、今年1年で私が使ってみて良かったものとか、お気に入りのものとかをね、ちょっとちょこちょこ Vlog の中でご紹介していきたいと思います。どうすか、大丈夫？大丈夫大丈夫、まんざらでもまんざらでも。それでは今回大阪公演最後のリハーサルとお気に入り商品いってみよう。寝返りができるようになりました。お、すごいすごいすごい。叶えたい。今日のご飯はカレーです。おいしそう。いただきます。おいしい。ちょっと辛いな。ジャーゲはカレーを作るとさ、1日目からさ、もう2日目か3日目かぐらい硬いカレーが出来上がんねんけど、なんでだろうな。めっちゃわかる。だから温め直したら水分が飛ぶから、牛乳とか混ぜたり。でも1日目やからさ、そんなわざわざ牛乳入れんでも硬くならんはずやのに。カッチカチになって。それはもともと水分が少ないって。そうなんやろな。ルーが多いんやろな。美味しい。だからさ、2日目カッチカチ。姉ちゃんも。では引き続きいただきます。あらららららら、ら車っておりますが、これからお風呂ですね。あなたはなんでこんな眉毛がぶっといんでしょうか。お風呂行ってらっしゃい。それではですね、これからですね、オンラインレッスンがありますので頑張ります。カレーを食べて元気もりもりになりました。で、今8時過ぎなんですけれども、今日は11時までやりますので頑張ります。レッスン11時までやりまして、速攻でシャワー浴びてきました。はい、ちょっとネタでなりきりシーサー変身パックをしているんですけれども、ちょっとね、今年使ってみて良かったなって思う美容系とか、あとはもういろんなジャンルちょこちょこ紹介していこうかなと思っていまして、ちょっとまずはね、パックからご紹介いたします。まずはこちら、ミニヒールのパックでございます。これ私、青が結構いいなと思うんですけど、黄色とか、と銀色のやつも使ってすごい良かったです。これはね、テクスチャーがめちゃめちゃいいです。あとはもうほんまに顔ベタベタになるぐらい保湿したい時とか、もうボディまでしっかりと保湿したいっていう時は、ネイチャー感のパックがおすすめです。あれはね、液体が多いので、体2日分ぐらい塗れるぐらいの液体が残ります。なので、私は割と交互にメディヒールのパックとネイチャー感のパックを交互に使います。ルルルンもたまに使うんですけど、ルルルンはね、あんまり保湿性がないので、まあ朝とかにちょうどいいかな。なんか2、3分パッてつけて外すのにいいかなとは思いますが、まあ夜のおすすめで言うとメディヒールとかネイチャー感とかですかね。あとは緑のデイリーケアのシカパックでしたっけ、虎のやつ。それも朝がいいかなと思います。結構さっぱりしてるので朝に向いてる気がする。それでこの間もご紹介したんですけども、このユースの導入ビタミン C 美容液。これもね、すごい良かった。お母さんもめっちゃ気になってて、お母さんもこれちょっと使わせてあげて、めっちゃ良かったって言ってたので、これお母さんプレゼントで買います。あとね、もう一個ね、カレントボディのね、いい美容液があるんですけど、それは東京の家にあるので、まだ東京戻ったらちょっとご紹介しますね。そして次、こちらのプロミルオイルでございます。これはキモクセの匂いなんですけど、
ヘア&ボディ用オイルなんですが、私は髪の毛用に使ってます。ちょっと髪の毛をウェッティーというかオイリーな感じでいつも仕上げるんですけど、それでこれがね一番ちょうどいい。結構ねしっかりしたオイルなんで、割としっかり髪の毛にビタッとひっつく感じなんですけど、まあめっちゃオイルっぽいのが嫌な人は無理やと思うんですけど、私はそれでも全然いいので、このオイルはねめちゃめちゃ使ってます。これ2本目ぐらいかな、プロミルオイル。ひとまず明日ですね、明日に備えてもう早寝ようかなと思います。明日のリハーサルを最後にね、次戻ってくるのがもう本番直前になっちゃうので、あちょっと緊張ですけれども、しっかり明日練習したいと思います。それではおやすみ。おはよう。おはよう朝ですね。お姉ちゃんの横で一人で起きてました。さらってきた。おはようございます。かわいいおいっ子ちゃんの目覚めから始まりましたけれども、もうですね電車に乗って大阪に行きました。今日はですね初めて降りる駅で降りたんですけども、今つまずいた。今日もしっかりとリハーサルをします。はい、レッスンは各自ということなので、着いたらまずレッスンをして、衣装とか全部つけてのリハーサルになりますので、頑張ります。
ということでリハーサル終わりました。あもうね筋肉がもうパンパンのもうガチガチのボロボロですまあ次ね帰れるのがもう本番直前になるので東京でもねしっかりリハーサルしたいと思います。筋力的には大丈夫なんですけどあの足がね筋力が問題。じゃあもうまっすぐ今日はお家に帰って家族みんなで今日もご飯食べたいと思います。ただいま帰ってきたよ今日のご飯はふきあげです。おいしい。バリスタだね。ナイス。はい、ということで美味しいすき焼きも食べましてお風呂に入った感じでございます。もう今回もあっという間の土日でございましたもう明日早朝ですね東京に戻る感じになります。で最後にお母さんがねスイートポテト焼いてくれたので今日はちょっとデザートを食べて、はい、寝たいと思います。あ美味しい。めっちゃ久々に食べた。スイートポテト。よしではさっさと寝よう。うん、おやすみ。はい、ということで次の日の朝になりまして、もう東京に帰ります。東京戻ったらそのままバレエダンスに直接行きますので、足パンパンにならないようにだけ気をつけて頑張ります。ダダーン。はい、朝ですね、新幹線に乗って東京まで戻ってきて、バレエ団で一生懸命くるみのリハーサルもしまして、対面レッスンとかも本当にいろいろ終わらせて帰ってきました。もう疲れた。なので家帰ってもう速攻ですねシャワーを浴びたところでございます。いやくるみの公演ももう残すところあと少しで、もう本当にもう今から緊張してるんですけど、いいものになるように頑張りたいと思いますので、はい、引き続きちょっと一人で東京で練習頑張りたいと思います。今年買ってよかったというか使ってみてよかったおすすめの商品の紹介が全部できていませんので、ダダダとご紹介していきたいと思います。というかね、ほぼね美容部門ですね。うん、日本帰っていろいろ使うことが多くなって本当にいいなと思うものを使っているので、ちょっとそれを皆さんにご紹介したい。ではですね、次は美容部門の機械系というか機器系の良かったものをご紹介したいんですけど、こちらのですねユーライクの美容器、脱毛器ですね。はい、こちらです。これめっちゃ使い方簡単で、パチパチと体に当てていくだけなんですけども、私ちょっとねだいぶねあの毛の量が恥ずかしいんですけど濃いし多いので、普通の人よりは効果が現れるのがだいぶ遅いんですけども、ほーの気持ちですね、ちょっと薄くなってきました。脱毛サロン通いながらこれも一緒に併用してっていうのもねすごいいいかなと思うんですけども、たまたまね私の知ってる人でこれをね使ってる人がいるんですけど、その人は別にそんなに毛量が濃いわけじゃないんですけど、なんか1回でだいぶあのまばらにちょっと薄くなってきたみたいな話を聞いて、これ宣伝する人間違ってるんちゃうかと思ったんですけど、まあまあまあこちらを一生懸命使っております。ちょっとすごい音が鳴りますけども、そしてこんな感じで3段階強さを得られます。私は結構強いのでやっちゃう。そしてしっかりとサングラスをかけて、ちょっとパチパチとなりますので気をつけてください。このボタン長押しすると一回一回ねあのボタンを押してパチッとしなくてもいいので楽ちんです。で一番強いのになると部位によってはちょっとバチッとなる時もあるんですけど、そんなに痛みとかはね感じないです。こんな感じで一生懸命やっております。ほんでねこれねこう当ててたらすごいねひんやり気持ちいいんですよね。だからお風呂上がりにやるとちょっとクーリングも兼ねてみたいな感じでできるのですごい気持ちいい。そんなに痛くないしいい感じです。これは引き続きせっせとやらないといけないんですけれども、これはね使ってよかったなと思ってます。
そして次なんですけれども、こちらのキムジュのドライヤーでございます。うん、これはもうハイパワーの風が来ますのですぐ乾くし、ドライヤーね、風量弱いのめっちゃ嫌いなので、はい、これは大好きです。最高の風量髪がね結構伸びてきたらアイロンもやるんですけど、今のこれぐらいの長さだったらまだアイロンしなくても、このドライヤーだったら綺麗にこうスンとまっすぐなってくれるので、これはめちゃめちゃありがたい。で次最後なんですけども、このスイのシャンプーとトリートメント、これねすごい割といいお値段するんですけども、これ使ってから髪の広がりがだいぶなくなりました。私の髪の毛ね結構広がるんですよ。そうだからもう嫌やなと思ってたんですけど、結構髪の毛しっとりするようになって柔らかくなったんかな。もういい感じでずーっとスイのシャンプーとリンス使ってます。いつからかな、夏からずっと、違う、スロバキアにいる時から使ってますね。あとはね、もものね、こうお尻をねゴシゴシする石鹸、これも今頑張ってやってます。あ、そしてもう次から次へとご紹介しちゃうんですけど、このね潤いボディミルク、これもいい感じ。これめっちゃアマゾンで安くで買ったんですけど、そうすごいいい匂いするしね、ベタベタしないし超いい感じこれせっせと今使ってます。今回は美容系だけだったんですけど、まあまだ年内時間があれば、まあ、体に取り入れる系、食事系でも、うん、食べてよかったんとかちょっとご紹介しようかなと、はい、思いますので、まあ、もし間に合えば動画にもしたいと思います。12月24日の大阪であるくるみ割り人形の全幕なんですけども、チケットの詳細はですね概要欄に貼っておきますので、気になった方ぜひぜひチェックしてみてください。チケット残り少ないとのことですので、お早めにお買い求めいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.